大谷翔平投手が所属するドジャースとヤンキースが対戦する、ワールドシリーズ第2戦が27日にフジテレビで生中継され、平均世帯視聴率が 13.9% だったことが28日、わかった。今回の放送が決定したのは富士の幸運だった。代理店関係者によると、地上波の大リーグ中継は、NHK と民放が交互にワールドシリーズかオールスターゲームの放送権を持つ。今年は NHK がオールスターを放送し、ワールドシリーズの放送の権利は民放が持っていた。この権利は民放各局が持ち回りで獲得することになっており、偶然にも今年は富士が持っていた形だ。NHK も BS では放送する。BS もあってこれとか富士笑いが止まらんやろ。午前中やろすごすぎやん。大谷おらんと見るやつ減りそう。BS 合わせると 20% 超えてそう。さよなら満塁ホームランの1戦目より2戦目の方が高いんやが。放映権2億でこれとか回収も余裕やろな。ワールドシリーズより、大谷ドジャース対ダルパドレスのが視聴率高かったな。大谷でなくなったら 10% 切りそう。来年はオールスターが民放で、ワールドシリーズを NHK か。2戦目見れへんかったけど1戦目はええもん見れたわ。メジャーはホームランがよう出るから、緊張感があって見ててハラハラするんよな。まあ BS と富士で分かれちゃってるからな。もしかして富士の2024最高視聴率じゃね？大谷一人で2000万人くらいの視聴率持ってるってことやろ。そりゃ広告費えぐいわ。もう大谷は1選手の枠を超えた影響力があるな。ダルビッシュの方が数字持ってんだな。NHK 単独なら20は言ってたか。富士で10取れる番組他にあるんか？エンゼルス時代に放映権回ってきた曲は憤慨してもいいぞ。ドジャースあっさり勝ちそうやな。そんなに盛り上がらなさそう。日本は昔からのドジャースファン結構多いよな。それの影響もあるやろ。視聴率高すぎ。BS もあってアベマも無料なのに。フジテレビでこの数字って大快挙やぞ。